主人生,生版タイガーファンディング夢に踏み出せ主人生版タイガーファンディング志願者募集中交通意識もあるよ詳しくは概要欄からではどうぞ失礼します 今宵も一人の志願者が学びを叶える軍資金獲得を目指して虎へと挑むまずはご経歴をどうぞ押川ジュリアナと申します年齢は17歳です住まいは長野県です最終学歴は現在高校3年生で 在学中です今回の希望金額と出資形態を教えてください希望金額は百万円で融資でお願いしますあなたが思い描く未来の姿は保育士国家資格を取得するために専門学校に進学し取得後環境に負けず子どもたちに寄り添っていける保育士になりたいではオールアナシン新しい未来を掴み取れ キャッツアバンドジ樹里ちゃんの経歴を簡単に教ジュリちゃんなんだ。<laughs> はいえっと地元の小中を卒業して現在、えー、県内の工業高校に進学し現在も在学中です今回のプランを簡単に教えてください100万円を融資で貸していただきその金額は学校の専門学校保育士の専門学校の学費だったり 受験費だったりに当てさせていただきます。ここの中にね。はい、お父様がブラジル人で、はい、お母様がタイ人って書いてあります。はいはい、なんかご本人がみんなに友達にはジュリちゃんと呼ばれてるんでっていうことで、あの僕もジュリちゃんと呼びますけど、ジュリちゃんは？ えと国籍はどこにあるんですか国籍はブラジルになりますブラジルなんですねブラジル国籍、はい、全然僕には日本人にしか見えないんだけど父がブラジル人なんですけど、はいはい、日本人とブラジルのハーフでなるほどあの父も結構日本人顔っていうか、うんうん、タイの人も女性日本人だって言ってもおかしくない人いっぱいいるもんね,そうですねついこの間タイ行ってきたんですよ あ、見ました、はい、あ、見ました、ありがとうございます <laughs> はい。あの人知ってますえっと、初めて見ました初めて見ましたはい、ということは受験生版を見てるけど令和の虎はあまり見てないかなあ、結構有名なやつとかは結構見てます、うん、志願者が有名なやつってことだね、きっと <laughs> うーん、無名かな、<の>俺は<う> <laughs> な長い間令和の虎に出てくださってる社長で今回初めて受験生版に出てきた ですよ。モテキさんっています。モテキです。よろしくお願いします。いますはい。あとあの真ん中に久しぶりの方がいるから、あれ知ってますか。はい。誰ですかあれは。えっと、<laughs> タク<ッチ>間違えちゃいけない。間違えちゃいけない。はい。間違えなんかはい。うん。なんなんとかミってやる。なんとかミン。何ちょっとちょっとどういうこといい<笑>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 どういうこと。タ <laughs> カさん。はい。タカです。はい。はい、よろしくお願いします。はい なんかこれは…渋谷アマそラクリニック院長ドラゴン細井美容外科医としてあまたの施術を担当 YouTubeSNS 戦略で事業を拡大し医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなどその活動は多岐にわたる志願者を晴れやかな空へと導く美の白龍がタイガーファンディングに舞い降りるなんかこれは、えっと、在留資格がないことが一番問題なんですね今は。 はいそうですで,でなんかいろんなこうそごがあって出生届が遅れたとかでお父さんがお母さんが持ってないのにとかいろいろあって今在留資格が取れない状態なんですか今17歳なんですけど今までずっと在留資格がない状態であの今まで生きてきてえそれは不,不法入国ってことですかそ、まあ、そううななるるんでですけどえそうなるのでも <laughs> 私と弟もいるんですけど日本で生まれたんですけど<う>母が結構私は「信濃毎日新聞」っていう新聞があるんですけどそこの記事に何度か出させてもらってるんですけどそこに書いてある通り、あり母があの不正入国をしてしまって今まで私たちは日本で生まれて育ってきたけど在留資格がないっていう。うん 状況ですこれちょっとすごいセンシティブな話になりますけどだ大丈夫なんですかねこれ公になっちゃうんですけど在留資格がないということが、はい。新聞にも何度か出ているんですけど <laughs> 新聞には顔は出していなくて今までそういう状況でそういうメディアの力を借りて入管を攻撃じゃないですけどそうやってやっていかないと何も進まないので、うん、なので今回も。 結構令和の虎もいろんな方が見てると思うんですけど信濃、うん、毎日新聞は長野県だけの新聞なのでいろんな方が見ている中でやっぱり力を借りさせていいただくじゃないですんかその書いてる成人すれば在留資格を下りる二十、まあ、歳で下りるってことですよね。 いや18歳あ18でお子さんの成人がね。はい、そっじゃあもうちょっと頑張れば、はいこすごいなんか今これ朝日新聞デジタルでもなんかフォーラムでアンケート行われててそういう人は結構いるけど本来は収容して国に返さななきゃいけないけですね,そうです,ねそうですよね。うんうん、だけども結局そういうのはどうなんだっていう意見、まあ、検討されててそういうのはすべきではないっていう人が。 多くを占めているんだね私と同じような状況の人が日本には201人いるんです。うえでもすえあの7月あたりに日本の,その法律でその制度が変わってその日本で生まれた子どもたち私と同じ状況の人たちに在留資格を下りるっていうのが。 出たんですけど、えー、それをそれが認められているのが150人で、その残りの51人は、まあ私たちの状況みたいに親がなんかやらかしちゃったりとか、そういうのが原因で在留資格が認められていないっていう状況。あなたはその51人の方に入ってるの？そうです。えその認められてない人たちってなその後どういうふうなお仕事をされていくのかもそのまま 元はあったお国に帰るのかとかってどういういルートをたどるんですかまあそれはその家族次第なんですけれども私たちは本当にそのずっと今まで戦ってきていてその、ま、でも入管はそういうのがお仕事なのでこちらも理解はしているんですけどでも私は日本で生まれたので日本語英語も苦手ですしその日本語 その日本で生まれて日本の友達ができて日本の教育を今まで受けてきているので帰れと言われても私的にはタイ語もしゃべれないしタイに行っても新しい友達ができたりとかそういうのもなんか私的には自信がなくてやっぱり日本で生まれたから日本にいたいっていう気持ちが強いので。 それれをずっとと伝えています相関されるとしたらブラジルじゃないの今年の1月30日にあの父が脳腫瘍で亡くなりまして唯一ビザ在留資格があったのが父だけだったんですけど父が亡くなって結構厳しくなってきて子どもたちだけでブラジルに行くっていうわけにはいかなくて。だからら行くとしたら お母さんのゆかりのあるタイ。そうですね。けどお母さんも不法入国なる。はい。母は不法入国になるんですけど、今仮放免っていう状況で無理やり返されないっていう状況で私たちも私と弟も仮放免っていう。 状況、今、そういう状況です。もう、いつでも収容するよみたいな感じなんですかね。今はちょっと見逃してるけど。母本人が帰る。って言えば、もうすぐ帰らされるんですけれども。うん、複雑やな今、あの、あなたの家の生活は。どういうことで成り立ってるんですか。はい、在留資格がないと働けないんですね。うん、日本の支援も受けられないですし。やっぱり、そこで、どうするかってなった時に。 なんか施設に行くとかそういう話が出たんですけど母と離れてしまうと母は完全にかあの子供がいないので今いるのは私たちを育てる義務として仮放免で許されているんですけど私たちが施設とかに行っちゃうと母は帰らされてしまうので他の人から見たら悪者かもしれないんですけどでも母が好きなので。 でやっぱり私たちの新聞が出てから支援したいという方がたくさんいらっしゃいましてでそれまではその新聞の会社に名前は出さずにどうぞ使ってくださいとお金を送ってくれる方がたくさんいて。うん 支援用の講座を作ろうとなりまして、うん、でも私たちは口座もない状況なので<ー>社会福祉協会、うん、社協の方たちが自分のもう一つの口座を私たちに振り込むっていう形でなるほどたくさんの支援金が入ってきて、はいはい、現在それが150万ぐらい<ー>長野県だけでたまったんですけど。はいはい でもそ,れそういうお金は私の医療費だったり弟の医療費だったり学費に充てるので、うん、そのお金を全て私が学費に充てるわけにはいかなくてなので、はい、自分で行動しようと、はい、なんかこうやってねおしかさんは「株式会社ピナイ,インターナショナル代表茂木哲也」「会社経営21年 IT 系を中心に4社を立ち上げ3社を M&A し売却」 日本初のフィリピン人専門家事代行サービスを運営事業拡大は止まらない外国籍人材で未来を変える連続起業家の虎が志願者のマネジメントに切り込むなんかこうやってねオシカさんはしっかり喋ってらっしゃるけど要はもう日本国的には存在しちゃいけない人みたいなことにされてるってことでしょいやあのー、今ねその200人ぐらいでしたっけって話してましたけど多分ねこういう方どんどん増えてくると思うんですよはい今 外国の方がどんどんん入ってくるじゃないですか、うんでまあ、うちもそうですけど、はい、みんなフィリピンから来ててで例えば中にはあのめったにないですけどやっぱり日本に来てそのまま飛んんじゃう人がいるんですよね、うん、国内で会社抜けて結構ベトナムの方とか一時期問題になってましたけど、はい、要はもう仕事辞めてそのまま不法就労状態で。 いてでその方たちが例えば日本で子供を作ったら同じような状況ですよねとか同じ状況ですよね多分そういう方どんどん増えてくると思うから結構これなかなか今後のでかい問題でオシカさんももちろんそうなんだけど結構ちゃんと考えていかないとどんどんこういうお子さんが増えてくる不幸になるというかこれはちょっと今後の日本を占う話ですよ結構。ジリちゃんがね今日ここにあの座っててくれてる 理由っていうのはもしかしたら自分の今後のために100万円くださいっていうのが形としてはあるんだけどなんだかそれだけじゃないような気もしていてなんかそういう思いとかあったらぜひ教えてほしいんだけど。はい、えっと私が保育士になりたいと思ったきっかけなんですけどあのやっぱこういう環境でその高校2年生の時に。 PTSD とパニック障害になってしまいましてその時に結構引きこもり気味だったんですねでもその時にその父の親戚の子供がよく心配して遊びに来てくれてで遊んでる時に一緒にいて楽しいなってなってでだんだんと外にも出れるようになってパニックだったりそういう発作が減ってきて。 前までは自分の夢だったりがなかったんですけどそれがきっかけでなんか子どもたちと触れ合えるお仕事をしたいなって思うようになってそれで保育士になりたいなって18歳になったら働けるるようになるの18歳になってそこで在留資格が下りれば働けるようになります君、はい、入学は、えっと、できるんですか はい、あの専門学校の方に連絡してその仮放免だったりそういう在留資格がない状態でも<お>まあ進学だったり出願とかはできるのかっていうのも話していてそしたらそこの学校はできるっていうことで進めてていいいますす、うん、それははは、まあ、入学の確約にななってないわけですよね、はい、例えばその、まあ、受けるのは自由ですよっていう話でその合格できるっていう保証は別にないっていうことなんですかはい あのそこ、まあ、学校の先生からは、一般入試で受けるので、その後の出願でもできるから、諦めないでいけばいけるよっていう感じで言われていまし学校側としては、でももう、受けるるよっっっててていうここととは言ってるってことじゃないですか過酷な現状を乗り越え、保育士を目指したい苦境に立ちながらも、未来を見据える志願者の挑戦に。 たちが心をつかまれるる一体どうなる多分お子様だから、はい、まあある種その人道的に守られているんですよね多分世論も含めて。多分これあのお母様がちょっとまあご事情は別にしてお母様は本当は入管に いつ連れてかれてもおかしくないし、はい、みたいな状況だと思うので、うん、多分お子さんだから許されてる部分。で、お母さんもお子さんがいるから、多分許してもらえてるんですよね。成人しちゃったら、お母さんはやっぱ強制送還になる可能性が高いんですか。はい、あの行政書士の方ともお話ししていて。とりあえず子供たちには早く在留資格を与えて、母親は返されちゃうかもしれないっていうのは言われました。 お母さんとと離れ離れで暮らすことが今後待ってるかもしれないいっていうあのジュリーちゃんが18になった時に在留資格が取れるかどうかっていうのは書士先生は何て言ってます今現状で。行政書士の先生は日本の教育を受ければいいみたいな感じで、うん、なので行政書士の先生は 100%18 になったらビザ 在留資格がなるほどその方はその外国の在留資格に結構詳しい専門の出産なんですよねあ,あ,あだとちょっと安心ですね、うん、えそれ高校まで出たからってことなんですか高校を卒業するっていうのとあと進路だったりするのが決まっているっていう条件であ進路がはいなるほど来年の東大式オンライン個別指導塾スタディーコーチ代表伊沢幸太郎 学習効率の最適解を導き出す個別指導スタディーコーチを運営現役東大生のノウハウをいつでもどこにいても誰でも活用できる学習メソッドを構築する300名超えの東大生コーチを牽引する学びのコンダクターが全国の受験生を第一志望校合格へと導く あ、進路が、はい、なるほど、来年の専門学校の合格が決まっているっていう条件があれば、もうそこは審査審査というか条件が降りるっていう感じなんですかね。まあその進路に関しては就職っていう方もいると思うので、高校卒業したら絶対にっていう感じです。進路の問題は関係ないと思いますよ。要は高校卒業しそ,それで資格があったらもうそれが降りるって話じゃないですか。うんうん 多分そうですね。高校まで。はい、つまりじゃあ弟さんも18で資格をこれ取る資格というか条件をクリアするためにはここから高校は行かないといけないってことですよね。はい。はい、おいくつでしたっけ弟さん？中学三年生中。中学三年です。ジュージャン今高校三年生。はい。だね、うん。難しいですね。ジュリさんはそれで資格が得られて次にアルバイトとかが来年できるからまあ生活費もなんとかなるかなって感じなんです。じゃあ次弟さんどうするかってところが。 ちょっとむ難しそうだなって思いいますよねはい、あの現在なんですけど私が行ってる高校で私以外にも母子家庭だったりそういういろいろな環境で育っている学費だったりが払うのが難しい生徒さんたちがたくさんいるのでそういう人たちに学費を払わなくていいみたいなっていうのがあって現在その高校の学費は 払っていないっていう状況なので、まあ、弟の行く高校にもよるんですけど。もし、同じような、あれ制度みたいなのがあったら。弟もそんな感じになるんじゃないかなって。の十八歳になったら在留資格が取れるって言ったじゃないですか。はい、えっと、すみません、国籍は取れないんですか。多分、そのビザが在留資格が降りたら、国籍も。そこはちょっと分かる。か 在留資格であること自体が僕ら的には違和感があるんです。もちろんその親御さんの兼ね合いはあると思うんですけど、ね問題で日本語を母国語として日本で教育を受けて育ったただ一応女の子じゃないですか。だから別に日本人なんですよね普通に考えたら。だけれどもやっぱお母さんのまあ、問題があってまあ、その入管から止められてるわけですよね。はい、結局成人した後にその申告というかその国籍を求めることは普通だと思うんですけど、まずは在留資格を取って っていいう,そうなんかつなななぎのの期間みたいのが必要なんですかちょっと詳しくわからないんですけど在留資格が下りたらいろいろ変わってその保険ができたり自分の口座だったりそういうのを自分の身分証というかそういうのができるようになってくるのでそこでいろいろ手続きがあるんじゃないかなと思います。ででも、まあ、細井さんのおっしゃる通りで 十八までずっと日本で過ごしてて在留資格も取れたらもう国籍じゃんねえって感じするけどね一般的な感覚としては、うん、そこは諸子さんは何か言ってましたここは特に何も言ってなくても今はとにかくできるだけ早く在留資格を、うんね、取るように、うんうん、ジュリちゃんはお母さんのことが好きなわけだよねもうなんか普通に聞いていると今のこのあなたを含めた 家族の環境っていうのはある意味じゃあこれ誰のせいなのって言えばお母さんのせいかもわかんないわけじゃないですかそういう今の自分の環境についてお母さんを恨んだりとかっていうことは今までなかったの小さいっていうか物心ついていない時は、うん、やっぱり母のせいでみたいな感じで思っていたんですけど、うん、成長した今、うん、今恨んでも仕方ないみたいな感じですね。なんか 僕たちはこの「受験生版タイガーファンディング」っていう番組を通じてどうしたらいいですか、ね、本来こうまあその国のねバグだと思うんですよねこういう実際100 201人いるのに対して150人しか認められないってで何の根拠があって150人るかも分かんないじゃないですか。であぶられたそのあぶれてしまった51人の子どもたちとかがいて理由があるんだったらいいんですけど。けど150人と人にその 境界線といいいうのは特にななわけじゃないですか例えばあったとしてもその親御さんの犯罪歴だったりすするわけですよねだからそれで結局、ね、淡くっていうのが娘さんだったり息子さんだったりするわけでけどそれを今変えろって言ったって、まあ、興味変わるもんじゃないですよねおそらくそれは多分もう今までも訴えられていると思うのでとりあえず生き抜かなきゃいけないわけですよねこのままね。でかつできたらお母さんと一緒に日本でっていう形じゃないですか。本来はねこの 僕らはこれ有志っててて書いいいただだますすけど有志も重荷と思うんですよねそのやっぱり保育士になってって、まあ、ここにも書いてある通り保育士さんってやっぱりねそんなに給料がすごい高いわけでもないし働ける幸せっていうのはあるし日本にね国で認められてるって幸せあると思うんですけどそういうのも慣れてくるとやっぱり仕事の辛さっていうのが出てくると思いますから、まあ、本来はねやっぱりその前やっていただいたみたいに、まあ、ファンディングされるのが一番いいんだと思うんですよねやっぱこの令和の虎の力もあると思いますから。どうなんですかねねよりも、ね、本当は 下田君の時のように、はい、こう自然とこう気持ちが、皆さんの気持ちが動いてくれるようなタイプのものなんじゃないかなと思いましたけどね。これでも結構難しいなと思うのが、細井さんも今言ってたけど、その国の制度とか、法的なもののエアポケットに落ちちゃってる感じなんだよね。ジュリちゃんは、そうすると、例えば、じゃあ、僕らがジュリちゃんを今、助けましょうってなったとしてた、ちょっと境遇は違うけど、同じような人ってたくさんいると思うんだ。 この50人だけじゃなくていろんなその法律的なしがらみの中で苦しんでる子どもたちってたくさんいてじゃあこの人たちがみんな来てみんなそれを受験生版が助けるのかっていうわけにもいかない中で、うん、でも僕あのずっとさっきからそのことを考えてたんだけど片方でねコメント欄は結構来るのが想像できるんですよ。ここんんんなのの出たもん勝ちじゃんとかお前らこの子一人救って なんかどうすんだよとか。でも僕は、例えば今彼女がね、51人って言ったじゃないですか。これ5000人とかだったら僕らの力で何ともならないですよ。でも本当にこの彼女と同じ境遇の人が彼女が言うように200人中の 150人はなんとかなっていて51人だけがなんとかならないんだったら彼女は勇気を持ってここに出てきてくれたわけだからまず僕らはそれを知った人間なんですよねそれをだったら確かにおっしゃるように世の中に違う形ですごい苦労してる子はきっと5万といるんだけどそれを全部僕らはなんとかすることができるはずもないでもたまたま彼女は勇気を持ってここに座っ ってるので僕が今願ってるのはまずせめてこの51人だけでも僕らだけの力じゃなくてこれを見てる皆さんで何かあの力になってあげられないのかなってすっきり思ってるんですけど、はい、じゃあ、はい、岩井社長の気持ちに共感しました、えっと、応援する気持ちで出させてくださいあ僕にいただけるんですよあいええと樹里ちゃんです樹里 <laughs> ちゃんです <laughs> えっと岩里ちゃんですえっと樹里ちゃんですと思うんですえっと樹里ちゃんで田文え 淡路島発武田地区の勉強法で絶望の E 判定から兄弟現役合格を実現自らの体験を武器に武田地区チャンネルに出演し下克上の極意を授ける今宵逆転合格の先駆者が受験生合格へのルートを指し示す 51人っていう話が出たと思うんですけど、樹里ちゃんのようにまっすぐ前を向いて、リスクと戦いながら行動している子って、多分わ分かんないですけど、樹里ちゃんが一番だと思いました、ちょっと分かんないですけど、他の人は。ただ、樹里ちゃんのその行動自体は称賛されるべき、非な批判されるべきものではないと思うので、えー、とりあえず応援の気持ちで5分の1ですけど、最初に出しましたはい、えー、高田さんから20までまし出祝いの言葉に共感した高田が、札束を動かす。 場が動き始めたタイガーファンティング虎たちが志願者の強い信念を受け止める物語は後半戦へ まあさっきの,あの細井さんの話なんですけどね、少なくとも僕、もし虎側で座ってたとして、これ、融資でなんか、金利つけて返してもらうっていう感覚にも、今、なれないですよ、ねうん、けど、今って結局、僕らも仕事してる身なんで、例えば金利なしで返すっていうのは、当た、はい、り前ですけど、税務署は絶対だめっていうんですね。そうなんですよ、はい、だから、そう考えると、やっぱりその、もちろん、僕らも出してもいいんですけど、 やっぱりその皆さんからこの,目はこの国の本当バグを全員がこう認知するっていうことが大事だと思うんですよね。はい、だからそのお金の問題もちろんそのじいちゃんがその保育士になることはすごいゅいちゃんのために大事だと思うんだけど多分ゅいちゃんはそうじゃないですよね。同じような仲間がいるわけじゃないですか。51人のね同じように悩んでる子たちが。そういう子たちもやっぱり救いたいって思うからこそ顔出してまで出るわけじゃないですか。ちちゃんがもちろんももろハッピーになることもちろんだし ねえこういう制度おかしいですよねって思わない普通にめっちゃ思いますちょっと言ったらよ入管に <laughs> どうぞ入管の方々に助けてよって言うべきだと思うよだから直接ね声届いてないしそのお国の人たちはもちろんお仕事ださっきねすごいいいこと言ったと思うんだよね彼らはお仕事でやってるからそうそう、本当に偉いよね偉いです <laughs> そこをねちゃんと理解できる十七歳八歳っていなくて なんで私はこんな生まれになって不幸なんだとかやっぱりそのなんで私だけこんなくじを引かされたんだっていう方にま言っちゃうけども入管の方々も仕事だから彼,女彼らはあたて言んですけど日本っていう国を守るために日本っていう国の要は最終防衛線だからね入管っていうのは本当に危ない人たちも入ってくるし要はあなたみたいな女の子を他国で雇って突っ込んでくる人もいるかもしれないスパイみたいな感じでね だから彼らのおかげで今僕らは平和に暮らしてるわけなんだけどそういう客観的な視点まで持ててできるっていうのは本当に素晴らしいことだと思うからなんかちょっと言ってやってくださいよそうです、ね、本当にね言ってあげた方がいいと思うよその直接伝わってないじゃないですか気持ちがでも何度もその16歳になったら母と一緒に入館の方に行くんですけど今日も午前中入館でして仮放免の更新の日で行ってきたんですけどやっぱ いいろいろ聞かれるんですねお母さんが帰った方があなたの未来明るくなるよとかそういうのを言われるんですけど、うん、でもなんかまだ私は優しい言葉でなんか言われていてで母のを聞くと「なんか早く帰りなさい」みたいな結構厳しい言い方をしていて、うん、でも本当に母は悪いことをしたので入管の方も。 まあ、それを阻止するためにそういうことを言ってるわけで。だから、お互いの言いたいことがわかるから、なんか私がなんかそんな強く言っても何も変わらないというか。でもね。まあそのお互いに正義があるんだけど。でもジュリちゃんに非はないよね。全く何の責任もないからさ。なんかそこまで物分かり。 いいのはすごいなと思うし、いやよくぞ言えたなと思うけど、そこまで物分かり良くならなくてもいいかもしれないし、一緒にできることを探したいですけどね、僕は。その51人の人たちも何とか助けたいですよね。ですよね。ね、こういう思いをする子は今後出したくないんですよね。そうだよね。うん。おじさんなんか頑張りたい。今後保育士さんとしてえっ、ー、と働きながらもなんかそういう子どもたちのためになんかできることないかなとか。 こう活動すする予定とかかっってあったりしますか保育園とか幼稚園がどういうものか自分自身もなんかどういう場所なんだろうっていうのも分かっていないんですけど子どもと触れ,あ触れ合えるお仕事がしたいっていうのが一番なんですけど日本で生まれた外国国籍の人でも行きやすいような学校生活じゃないですけどそういうのを作っていきたいです。 なんでこんないい子になったんだろうね。こんな環境なのに、うん。お父さんとお母さんが立派だったんだと思いますよ。そういう意味では。うん。ちゃんと愛を受けた、受けて育ったんだろうなっていう感じがします。なんか。なん,なんかこう受験生版の底力の見せ所ちゃいますここ。そうですね。なんかジュリちゃん的に。株式会社エディットスタディ代表小島がけいだ。 キーエンスへの新卒入者その仕組みを教育業界に持ち込み生徒の志望校合格を支える養うのはやり抜く力折れない心人生の選択肢を広げる教育先生はオール正社員現場で泥臭く,く教育ベンチャーを牽引学びの常識をエディットするこの男場をどう動かすなんか樹里ちゃん的に<っ>その近い境遇のなんか51人の方と一緒に何かできそうなアイディアとか。 そういっっったたものってあったりしますか私と同じような環境の子にまだ会ったことがなくてでも新聞記者の方だったり陽性書士の方から同じ状況の子は私だけじゃないよって他にもいるよっていうのを聞いて私と同じ状況の子も同じ気持ちかは分からないんですけど少しでも同じ気持ちような子がなんか思いが伝わるといいなみたいな。 まあ,本当にあなたのうようにね他の50人があなたと同じ気持ちではないとも思うんですよいろんな人がいるからでも、ね、みんなが同じ気持ちである必要はなくてでもそれの中であなたが今言ってくれてるように勇気持ってこうやって出てきたことがすごくてネット署名とかできないですかね受験生版で例えば。 その賛成するでもいいですし、はい、もしかしたら他の問題があるんですみたいな声上げでもいいかもしれないんですけど結構そういうある種の民意みたいいなのを集めてててるべきところに持ってくっく、ねはいはい、僕もまあ長年生きてるからそれなりにルートはあるし、はいはい、どこまでいけるかは分かんないですけど,どちゃんとした形である程度の声を集めて、はい、然るべきところに持ってくって話をするっていうのはできると思うので。はい ネット署名ごめんなさいそんなもんがあるかは分かんないですけど何となくそんなようなものができるんであれば、はい、51人に対するお金例えば1人100万円彼女と同じように渡すとすれば5100万じゃないですかあ、はい、これはあのょう <laughs> <laughs> 半月分ぐらいの,あの収入なんで <laughs> 半日だ五51人救えるのかそうよ <laughs> <laughs> 出しちゃおうかいや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  全部彼が,彼が出してくれます。いや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 、あれが出してくれます。あのじゃあ細井さんがいいと思う人手を挙げてください。はい。おい民主主義の崩壊だ！民主主義の崩壊するな。<laughs> 何声裏がとる。<laughs> はい。いやそれにしてもさ、その前収金した口座はお持ちなんだよね、お持ちというかその誰かが持っててくれてるの？行政書士の方が。 また話聞いてる知やん <laughs> 持ってるんだよね違う持ってない彼女は持ってない第三者が持ってるんだよねそ<う>ってことはその口座をに同じことだった<ー>そうだから募金も一緒に募るっていうのはありますよね,そう,すねそうなんです、うん、つまり彼女がまず当面その100万円、まあ、集まるとは思うんですけどねしないと第一歩になんないじゃないですかね、まあ、出た意味もないですしこんだけリスクを犯してるわけなんでだから 本当ににこれはファンンディングを単純にしていいいんんじゃないかなかと思うんですよね、はいはい、だからその第三者が管理してくれて口座があるのであればそれはどうですかただそれがその,その第三者が彼女のためだけにもし存在してるんだったらその集、ま、もし集まってきたお金が全部彼女に行くじゃないですか、はい、でもそれよりはせっかく彼女がこうやって勇気を持って出てきてくれた背後には50人の子がいるので。 何とかしてその子たちにまで何かが行くようにするには、その口座が適正かどうかは僕には分かんないし、今。本来であれば、あの、まあ、そこまで介入していいのか分かんないですけど、ま、台湾ファンディングでそういう口座を作って、はい、で、その資金をもとに、例えばさっき言った署名、はい、署名だったりとか、はい、そういう活動を、まあ、一旗あげるっていうのをね、はい、ま、主導にやるっていうのが一番いいんでしょうね。はい、で、その中から、あの、ご自身で必要なものは、 もう彼女は彼女で今日ここで完結ができると思うんで一旦はまずその上で何かそういういことがすごく今ここで全てを即断即決できるわけじゃないけれどもこの配信がされるまでにその体制を整えて今細井さんがおっしゃったようにもしかしたらうちで一つ講座を作ってそこに皆さんの善意を集めてそれをじゃあ その50人なら50人彼女を含めて51人に均等に振り分けることができるのかどうかとかということも含めていろいろとやらなきゃいけないことはあるかも分かんないけどこんなん動いてみないと始まんないし鉄熱いうちに打たなきゃダメなんであのまあ後で考えましょうよりは何かここで考えちゃってみんなでうん動きませんかはいいいいいと思います 彼女が言ってる話だと多分ういつ、ねねはい、まるところ俺が聞きたいのは、えっと、その51人の中にこういう本当に悲劇のヒロインみたいになっちゃってる子って一部なのかなって思ったんですよ。そうですよね言うなれば本当にまあ一応あれですけど告白の犯罪人の関連者とかも入ってる可能性ってありますよね。だから 同じような境遇の方でもやっぱりそれは世間の同情をもらえないような人が多分51人の中にもいらっしゃるのかなって思っちゃったんでなんかその要は精査することがおっし事だと思いますはい。だから何かそういう方法は逆にでも見つけていかないといけなくて、うん、だから申請を受けるとかけどそれをじゃあどう判断するのかとか、はい、例えば従事者のことはみんな信頼してるけれども、はいね、うまく嘘をついて、ね、お金をせしめようっていう人も いるかもしれないよね。僕らはもう分かんないわけですよ。だからそこら辺がね、その全51人を救うっていうのもなんか違うのかなと思いましたよね。あともう一つだけ、えっ、ー、と今日ここに来ることはお母さんは知ってるの？はい、言いました。あの同意書が必要なあそうだよね。えその時に言って母が悪者になってし,、うん、しまうかもしれないよみたいなっていうのを伝えたんですけど、うん、そしたら母は、うん でも、ママは本当に母は悪いことをしたから専門学校に行きたいお金を私が稼げないのが、うんうん、自分でそのやりたいって思うなら本当にどんなひどいコメントが来ても「大丈夫」って言い切れるなら行ってきなさいみたいな感じで。お母さんが言ってくれた、はい、そっか。 途中でちょっと話が出てたこの融資に関しては何かご意見がありますかまあ個人的にはこれで融資じゃないんじゃないかなって気はしますけどねもうとりあえずなんか寄付じゃないですけど、はいっ、はいまあ、一旦もし出すんであれば普通にもう渡して使ってくださいと、はい、でまあまあ,あの将来的にねなんかお金稼いで。 余っちゃってしょうがなかったらあれして返してもらってもいいけど、ね、<laughs> 余っちゃってしょうがないことであるんですかね <laughs> いやけど細井さんいや、まあ、そうですねやっぱり僕も方々に借金がありますのでちょっとあまりいじめないでいただいてまあまあいろんな、まあ、パリさんに一つ聞きたいのが、はい、なんで投資じゃなくて融資にしたのかな虎の皆様方に利益があるっていう見込みっていうか見極めたら投資をすると思うんですねでも 私はその受験生版とかを見て思ったのが私は長野県なのでやっぱりそ YouTube に出たりとかそういうのも結構厳しいですし、まあ、保育士の勉強するために専門学校を見て多分忙しくなると思うのでやっぱりなんか虎の皆様方に利益をなんか。 出すというかそういうのができないなって思ってで融資でちゃんとその、はい、融資で利子を出して返そうと思って普段の僕だったらここで話が長いって怒る一応言うとかないとね可愛 <laughs> い,い女子にはね <laughs> はい分かりました逆境の中新しい未来を掴み取るため一歩を踏み出した志願者 対する虎たちは寄付という形での出資を提案する。迎えるラストステイトメント。物語の結末は。すごい長い時間がかかりましたけれども、えっ、ー、とここでですね、えっ、ー、と皆さんに最終決断に入ってもらう前に、えー、ジュリちゃんから最後もう一声お願いしたいと思います。ラストステイトメントです。はい。 えっと、専門学校に入るために専門学校に入ってえ保育士になれるために勉学はもちろん実習も頑張ってきますのでえ有志のほどよろししくお願いいますはいえー、と彼女最後にも融資でお願いしますと言いましたけれども今回は融資ではなくてある意味寄付という言い方でいいですか。寄付っておこががましい言い言方が、うん まあ、別に、それでもない,い,と思います。はい。でも、形としてはそういう形ですよね。はい、はい。で、出す気持ちのある方に積んでいただきたいと思います。では、細井さんからお願いします。はい。えっと、どういう空気なのかなどういう空気なのかなな、な、な。<laughs> ち,ょちょっと、ちょっと、ちょっと、な <laughs> とりあえず、じゃあ20万。はい、寄付します。ということでですね、えっと、僕は、うん、生まれた。 環境も、ね、あのちょっとマイナスだなと思ってると思うし実際今マイナスだと思うんですけどそういう人ほど強くなれるんじゃないかなと思いますよ僕はやっぱりそのしゃがめるから高くジャンプできると思うので今ちょっとしゃがんでるなと思ったらこの保育士になって高くジャンプしてほしいなと思いました頑張ってくださいありがとうございますはい伊沢さんいや僕ももう文句ないんですけどまあ20にしましょうかえっとまあ今日 よく出たなって思いますねこうやって僕たちの前でしっかりとお話ししてくださったこともあの、まあ、素晴らしいことだなと思いますし、まあ、あわよくば今回のこの動画でたくさんねあのいろんな人にこの状況も伝わると思うんですよ、まあ、今後もまた情報発信、まあ、新聞とかでもさあの載ってると思うんですけどたくさんいろんな人たちに伝えてからこの状況をみんなに知ってもらえて解決に行けばいいかなと思うのでまあ,あの20ですけど足んなかったらプラスでも全然出すんでありがとうございますはい高、えー、田さんはい じゃあちょっと流れ的にじゃあ20でお願いします、えっと、僕が「虎」として出演した時から逆境に立ち向かってるこう応援したいなっていう思いがずっとあったので樹里、えー、ちゃんが本当にこの逆境に負けずにこう立ち向かってで今日もあの他の子の他の50人の話してる時もうんうんうんって自分のこと以外のことも優しさで思ってたのがすごく感動しちゃって、えー、なめ,ちゃくめちゃくちゃ応援したいですその気持ちです。ありがとうございいますはい、永さん はい。<laughs> じゃあ、二十寄付でお願いします。ん、なんか話聞いてて、何か手伝えることあるかなってずっと思ってました。で、ここに座ってる強さとか、お母さんの優しさとか、その資格を取りたい子供に助けてもらった話とか、そんなストーリーにちょっとずっとぐっと来てしまっていたのと、あとやっぱり、この強さは、もっとなんかしなやかに、 もっと違う未来が待ってると思うので、さっきのクラファンの話じゃないですけど、まあ今回のこの専門学校に住む以外でも手伝えることがあれば絶対協力するんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、現在えっと4人の方々から20万ずつで80万まで積み上がっております。最後、初めての出演にしてご席に座っていただいた元木社長、いかがでしょうか。はい。 であのーまあ、僕はフィリピンの家事代行の会社やってて社員のほとんどがフィリピンの方なんですねで日本に来て一生懸命働いてくれててできれば一生日本です住みたいと思ってる人も多くて、まあ、正直樹里ちゃんの話は全く他人事だと思えずこれはなんとかしなきゃいけないなという気持ちしかないです。はい、あのぜひ協力をささせてください そしてこの百万なんですけど、寄付ってさっきお話で僕も寄付がいいなと思ったんですけど、やっぱり有識にします。それで、えっ、ー、といつから返したいかはいつでも言ってください。好きに決めていいです。はい、一生言わなくてもいいです。はい。でもなんかそういうふうにみんなの支援があるっていうのを心に留めといてもらった方が多分力になるのかなと思ったんで、あえて一応有識とだけ言っておきますので。 あのこれから未来だけ見て頑張ってください。ありがとうございます、はい、ますはい、茂木さんが一人だけなんか最後にこんなこと言いましたけど皆さんどうなんですか 僕ね、リ,リベンジ版の主催としておかしなことやり始めたと思ったら <laughs> ここでもはまたおかしなことやり始めましたよ <laughs> すいませんうちのじじいが <laughs> <ー>ちょっと暴露かが始まっちゃってて <laughs> っ最初に言うべきだったんじゃないか <laughs> 最初に茂木さんに振ったら寄付でいいって言うからこういう風になったのに最後の最後に自分だけやっぱり有志でって言ってますけどいやおいちゃんはですね、はい、最近ちょっと物覚えが悪くなってきてですね、はい、あの多分返すということを伝えて連絡をくれないと忘れちゃうということだと思す <laughs> 思うんですよねたまにちょっとね返すという意思をねたまにおじいちゃんにちょっと伝えてあげて返さなくていいですからね。はい <laughs> はい、ということだと思いますつまりつながってたいっていうかその最後まで多分見届けたいってことなんじゃないんですか茂木さん。おっしゃる通りですということでとりあえずまず完成ボールでですすおめでとうございます <laughs>、はい、その上でゅりちゃん、えー、とエキシードって分かりますか わあんまり要はえっ、ー、と希望金額100万円なんで上限,上限が100万円なんですよねここねで今180万まで積み上がってしまったのでえっ、ー、と選べるわけですよ、はい、あなたがね選択権があなたに移ったので自由に、えー、と自分が選べる形になりましたけどいかがですかと皆様方からえっ、ー、と均等にいいいたただきたいですはい、じゃあ茂木さんからも20万ってことでいいですねはい。はいはい じゃあ一旦茂出木さん20万にしていただいて。えー、ということでですね、あの、綺麗に100万円、あの、積み上がりました。視聴者の方に、どれだけあの、批判を浴びても、僕はもう、あの、何歩でも受けて立つんで、あの、僕も参加させていただいてよろしいですか。この上で。僕から、樹里ちゃんに、51人ではなくて、あなたに、僕から100万円寄与させていただきます。はい。今日200万持って帰って。いや、格好つけるために言うんじゃなくて、もうなんかもう、あの、 彼女のこれだけの勇気にもう参りました僕ははいなのでね100万円で当面何とかなるのかはわかんないけどあなたがもっと心に余裕を持って少しいろんなことが考えられるためにあの僕最近よく言うんですよ、まあ、あの墓場まで金持ってかれへんのであのどうぞあの僕のお金を使っていただきたいなというふうに思っていますありがとうございます、はいはい、じゃあ,あの順番に受け取ってください僕最初に渡しますはい 頑張ってねありがとうございます、はい、はい、じゃあ十万にもらってじゅちゃん頑張ってくださいねありがとうございます、はい、すごいねおとぞくんもぜひねあの助けてあげてくださいありがとうございます頑張ってください応援していますありがとうございますい本当頑張ってくださいありがとうございますお母さんを大切にありがとうございます、えー、じゃあじゅーちゃん今日最後になりますけれども今日の感想を一言いただけますかはいあの正直 やっぱり今までその批判の声の方が多かったので厳しい意見をもらうんじゃないかなって思ってたんですけど皆さんあのどうその成長していくか見ていきたいだったりそういう優しい言葉をずっとかけてくれたのでまだ緊張はしてるんですけど少しずつそういう大,人大人の場面と言いますかに慣れていきたので。 本当に、今日はありがとうございました。はい、おめでとうございます。一 <laughs> 年以上前だな。下田君の会っていうのを見たかどうかわかんないけど、見ましたか?。見ました、はい。彼の会を配信したときに。すごい視聴者の方からも共感をもらって。彼は大学受験じゃなかったんですよね。 でも宮台行成塾の2年生になるためにお金が必要だっていう本来の受験生版のね形とは違ってたのにあれだけの共感をもらってで大絶賛されてあのやっぱりね受験生版大河ファンディングの本質はここにあるということをもう一回改めてちゃんと僕はあの視聴者の方にも伝えたいと思うし本当にあなたのような方が勇気を出してここに出てきてくれたことはもう本当に嬉しいです。 本当にありがとうございました。はい。あ,いまあのう、ー、陰ながらですけども、ずっと応援しますんで頑張ってね。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。過酷な現状を乗り越え保育士の道を目指す志願者。勇気ある挑戦。その結果はすべての虎が出資を表明。六人目の虎岩井もさっサばを動かすエクシード見事。 完全オールで終幕受験生版タイガーファンディングの存在意義それぞれの思いが交錯する議論を経て新しい未来をつかみ取った物語の行方は続報を待てはい ということでご視聴ありがとうございましたじいちゃんお疲れ様でしたお疲れ様でした、はいえー、これ最後につける動画になってるんですけれどもまだ今日の時点では、えー、具体的に何かしっかり決まっていることがあるわけではないんですけれども改めて概要欄に僕たちがやろうとしてることをわかるように貼っておきます、えー、それを見ていただいてもし、えー、じいちゃんのね今日のプレゼンテーションに共感をしていただいてじいちゃん以外にも同じ境遇の子たちがいると で、その子たちに対して何か思いを持ってですね、えー。応援してくださる方が見えればですね。ぜひともこの後概要欄にいていただいて、詳細見ていただいて、応援していただければ。僕ら受験生版タイガーファンディングをやってる身としても、すごく嬉しいです。はい、本当にあの、今日はですね。この番組にとっても素敵な収録になったと思っています。はい、皆さん、ぜひあの共感していただいた方だけで結構ですから、えー。見に行っていただければ嬉しいと思います。じゃ、あ最後に、じゅじいちゃんから。 一言何かメッセージをどうぞどうかその温かい目で見ていただいて応援してくれる方がいたら本当励みになるので私たちの励みになるので応援してくれるとありがたいですお願いしますはいよろしくお願いします